六十里越峠街道記念日当時内閣総理大臣だった田中角栄の記号である。六十里越は新潟県魚沼市と福島県南合津郡、ただ町との間にある峠。魚沼市大白川とただ町大技、田後層の間に所在する峠で最高点の標高は863メートルに達する。六十里越の名の由来は実際の距離は六里でありながら、 険しさゆえに一里が十里にも感じられるほど、あまりに急峻かつ長大な山道であること、あるいは中世まで東日本においては一里は500メートルであったことなど、諸説ある。古くから、新潟県中越地方と福島県合津地方南部を結ぶ街道の一つであるものの、国内有数の豪雪地帯に位置し、かつ流れや落石の危険性が高い箇所を経由することから、 数年では通行できない難所であった。昭和時代に入ってから道路改築と鉄道建設が進められ、まず1971年に日本国有鉄道只見線のさらに1973年9月には国道252号のそれぞれ県境区間が開業を呼び開通した。いずれも区間内にはトンネルやスノーシェットが連続して設けられている。 新潟県中越地方と、只見町を結ぶ街道としてはもう一つ、六十里越から約 15km 北東側の三上市と只見町の間に位置する八十里越があるが、こちらはさらに急旬な地形を有する難所で、現在も国道289号などの国県道はいずれも自動車の通行不能区間となっており、両県と国土交通省が改築事業を行っている。 道路改築事業は、昭和初期、両県によって着手されたが、太平洋戦争の激化で中止となり、戦後の1951年に再開された。1958年からは、陸上自衛隊も加わって改築が進められ、1973年9月に、県境区間が開通した。開通当初は一部区間の路面が未舗装になっていたが、順次舗装され、現在は、 全区間が舗装されている。この両県境の区間には2006年11月、六十里、越雪割街道という愛称が命名されている。魚沼市川の大白川集落から只見線と並走しながら緩やかな勾配を登り、県境の六十里越トンネルを通過すると、只見町川は、急峻な地形となっており、田後倉庫を遥か眼下に見下ろしながら、 ただ町の中心部まで急勾配を駆け降りていく。この県境区間のうち、魚沼市大白川あざ末沢から、県境の六十里越トンネルを挟んで、ただ町大あ石伏あざ上宮淵に至る区間は、冬季間は、雪崩などの危険性があるため、冬季閉鎖の措置が取られ、全面通行止めとなる。この冬季閉鎖区間は、雪崩や落石、土砂崩れなどが発生しやすく、 特に急勾配が多い福島県側では、閉鎖解除前には落石や土砂崩れによる路面や乗り面の損傷が見られることがある。また、冬季閉鎖の開始及び解除の時期は、積雪や路面の状況によって左右されるため、前後する場合がある。トンネル橋梁一方の只見線は、長大な六十里越トンネル及び多五層トンネルで貫通しており、 国道252号が閉鎖となると期間は、魚沼市と南合津郡を直通する唯一の交通手段となる。ただし、列車本数は少なく、また除雪が追いつかないほどの豪雪に見舞われ、雪崩や土砂崩れの危険性が生じた場合は、只見駅大白川駅間で運転見合わせの措置が取られることがある。60列トンネルは、60列に設けられたトンネルである。 国道及び鉄道用のものが設置されている。只見線60列トンネル只見線の只見駅と大白川駅の間に位置する。全長6359メートル1971年の国鉄只見線全通時に開通した。開通時点では日本の鉄道トンネルでは6番目、貨物線を含めた国鉄在来線では5番目の長さを誇った。2008年現在では 同42番目、8番目となっている。魚沼市と南合津郡の間には、た見線と国道252号の他に、国道352号が通じているが、こちらも県境区間で、冬季閉鎖の措置が取られるため、両地域間の交通手段は、た見線のみとなる。なお、新潟県阿賀町と福島県西合津町の間は、万越再線、国道49号。 国道459号、万越自動車道で、通年直通できる。別々に設けられている新清水トンネル、清水トンネルを一つとして数えた場合。福島県のトンネル、南合津建設事務所福島県土木部、福島県の橋梁平成17年度版、福島県土木部福島県のトンネル、福島県土木部。ありがとうございます。